こんにちは、ひさごとわです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。なんとですね、登録者数が、200名を超えるというすごいことが起きまして、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。こんなことあるんですね。もう絶対に、70名超えをした時にもお礼させてもらったんですけど、そんな本当に伸びると思わなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ励みになります。本当にありがとうございます、でちょっとワンピースばっか作ってたんですけど、違うものもそろそろということでですね、今日はえっ、ー、と、先日ですね、メルカリで、新品未使用の丸子さんの、直旅を買ったんですね。で、昔はよくブーツ、もう本当にウエスタンブーツばっか履いて、一生ウエスタンブーツでいいわなんて言ってたんですけど、私すぐコロコロ変わるので、実は。そう。そして今の旦那さんの影響でですね、マーチンとかも、ほんとちょっと前まで履いてて、まあ、すごく10ホール。本当にね、影響ばっかなんですけど、10ホールで、キュッと締めて、履くとすごくかっこよくて、それが好きでですね、もうそういう、ちょっとね、ブーツ系が多かったんですけど、こういう和テイストを取り入れて、着物もたまに着るようになってからですね。その、たまにブーツを合わせるのもかっこいいとは思うんですけど、やっぱり、それだけで、生活する上でやっぱり楽にっていうことになると、そう、もうなんか楽を追求してきますよね。年を取るにつれてね。あと、そう、身軽がいいので、だんだん物もいらなくなってくるしっていうことでですね、私はですよ。で、自分が心地よいものを、まあ、追求していく上で、もう多分ブーツは履かな、そんなに履くことはないかなっていうことで、でもなんかブーツの代わりになるシュッと細く足首が見える、そして輪に合うものは何かないかなということで思ってたんですけど、まあこれも夫がですね ずいぶん前から直旅を履いてまして、そこにスタッツをつけたり、まあ、してるのを見て、直旅なんか、ぺっちゃんこじゃないですか、ソールが。そこがね。なので、身長が高くならないし、結構頭がでかいんだし、ちょっとでも背が高く見える方が好きなんですけど、だからといってこうヒールとかはね、ちょっと偉いのでやるんですけど、でも直旅か、なんか可愛いけどぺったんこだしなーって思ってて、しばらくは真似しなかったんですけど、一回ね、短いやつ買って履いてみたら、まあ楽は楽なんですよね。ちょっとスリッパみたいな感覚ですけど、そう。で、この間、馬込に行ったんです。その時に結構歩いたんですけど、そのショートのね、直旅を履いて歩いたところ、本当に楽でした。すごく地面を感じられるし、そう。あ、なんか健康的だしいいなっていう、足の裏が刺激されていいなと思いました。そうそうそう。で、ちょっと話それちゃったけど、メルカリでですね、今度長いのも、買いまして、
マーチンのテンホールじゃないけど、直旅のテンホール、何これ、コハゼ、そう、コハゼって言うんですよね、このはめるやつ。私ね、コハゼがね、いつも出てこなくて、さっき調べて手に書いておいたんですけど、どうしてもおこぜって言っちゃう、おこぜって出てきちゃうんですけど、コハゼね、コハゼの10個あるやつ買ったんです。で、なんか閉めるのも慣れないので、なんかこれ、マジックテープに変えたくなっちゃうんですけど、まあとりあえず、このコハゼも可愛いのにね、コハゼで頑張って履いていこうと思うんですけど、これいろいろと、なんか着せ替えができたら可愛いなっていうことで、ちょっとね、考案したものがありますので、今回はそれをご紹介したいと思います。作り方も合わせて。はい。とってもそれも簡単だと思いますので、はい。ぜひよかったら。ちょっとね、話長くなっちゃうけど、そう、直旅ね、これ、多分、農業用だと思うんです。お祭りはクッション入ってます。お祭り、なんかいろいろあって、なんかクッション性がいいやつもあるらしいんですけど、私はそうじゃない。普通のやつ。でね、実はね、私、農林高等学校、農林の学校に行ってたので、そうそう、農業科ではなくて生活科にいたんですけど、農業の時間もあって、授業でですね、今思うとすごいいいなと思うんですけど、田植えをしたり、畑仕事をしたりして、なんか思い出としては、授業中にトマトを、できたトマトを取ってかじって食べたり。そう。めちゃくちゃ美味しかったですね、それも。そのトマトの味が一番忘れられないというか、あ、トマトだなって感じ。当たり前だ。そうなんですよね。あ、フルーツトマトを初めて食べた時もめちゃくちゃ感動しましたけどね。うん。何このトマト。そうそうそう。そんな感じで、高校生、もう、何年前？多分、すごい前。何年前？ゆきさんに聞いてほしい。そうそうそう。なんかね、38で止まってるんですけど、気分は謙虚に。もう、今51です。今ね、これ、光が当たってるので若く見えるかもしれないけど、実際はそうでもない。あとね、34、5年前だって、もう高校時代がすごいね。で、その時に、そう。農業科、農業の授業があって、そうやって直旅を履いたりしてたんです。でね、しかも生活科なんだけど、朝の当番があって、豚さんに餌をやってた記憶がありますね。うん。豚さん。あと、鶏はやってないけど、でも鶏さんをこう解体してお肉にしたりとか、あと卵を、あ、そう、卵の収穫あったの。生まれた卵を収穫して、あと授業中に、それを販売しに行ったような気もする。うん。そう。そうそうそう。だからね、すごく直旅は、その、何、思い出があって、まさかこの51になってね、また履くと思わなかったんですけど、はい。なんか、いいなと思って。まあ、日本人ですよ。うん。なんかね、そうそうそう。私もう楽チンがいいんだよね。うん。そろそろその思い出のあるマーチンさんも売りに出そうかなって今考えてるところですけど、です。ということで、
まあその高校時代に履いてたようなね、本当に農作業するためではなくて、ちょっとファッションに取り入れた、使い方になるんですけれども、直旅、これからちょっと愛用していこうかなということで、着せ替えを考えてみました。よかったら皆様も直旅で遊んでみませんか？あ、そうそうそう。まあなんか言おうとしたんだよね。そうだな、懐かしいな、高校時代。ね。まあ当時から変わってたんだよね、私は。そう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 、思ったのが、さっき豚さんに餌をやってたって言ったじゃないですか。ね、当番で。あと、その、お掃除。したりね、床を。そう、その豚さんを今、使わせてもらってるんです。定番の皮としてね。なんか豚さんにはすごいご縁があって、はい。あ、っていうか、うん、ご縁を感じますね。はい。ということで、では、すごい長く喋りました。ではでは、直旅の着せ替え、作り方です。どうぞ。はい、では出来上がりました。とても簡単だったと思います。ですね、マジックテープを取り付けた後に中表にして両サイドを縫って表に返してここを一本縫い留めるという本当にシンプルなねものになります。実際にじゃあつけてみますね。出来たてほやほやです。はじめにね、縫い付けてあるメスのマジックテープに付けてきます。この付けるときに、この小ハゼのある方から、
わかるかな、このような向きでつけていきます。はい、できました。こんな感じです。で、ここをちょっと今はみ出てるけれども、こう覆いかぶさるので大丈夫です。履きますね。よいしょ。そして、ね、なかなか慣れないので私、下手くそなんですけど。さっき、慣れって言ってました、夫が。よいしょ。一応3列あるんですよね、はめるホールがね。なので、うん、3列あるよ。え、4列もある？へぇ。お母さんは、ふくらはぎが、パンパンだから。何だっけ？なんかあったよね、宣伝で。だからね、全部はめるの、はめてるって聞いたら全部はめてるって言うからさ、どうも慣れみたいですよ。一応、私は全部3列使って、足の太さに合わせて。あ、そうだ。で、一番上は私マジックテープ留めるときに、刺すとこ塞いじゃったので、上から2番目の小ハゼまで今止めました。そして、こう被せると、じゃん、ちょっと。この、折り返す長さは、まあ、もうちょっと短い方がいい方はね、短く作ってみてください。ここの寸法はご自由ですね。はい。こっちも履いてます。うん、こんな感じです。どうなんだろう。うん。かわいいんじゃない？地下足袋と同じ糸で、細い糸でマジックテープを留めてれば全然目立たないので、このままシンプルに履いていただくことができます。ただ、ここを曲げるとマジックテープが見えてしまいます。そんな感じです。それがデメリット。はーい、じゃあこんな感じになりました。ありがとうございます。また何か考えます。最後にお知らせです。前回とかだいぶ前に紹介したですね、三つ折りのガマグチタイプ半の方がですね、商品出来上がっております。はーい。ですね、絞りのものと、メーセンの置物の生地を使いましたね。絞りの生地すごく可愛いねっていうことに今回気がつきまして、今まで多分製品、作品で使ったことなかったんですけど、めちゃくちゃいいねって気に入っておりました、本を作って。確かに可愛い。すごく可愛い。今後多分絞りの生地を使うことが増えるかもしれないですね。で、男性にもいいですよね、ブルーで。こんなのと、
と名泉ですね。中は前ご紹介した感じになりますけれども、ショップの方に上がっておりますので、ぜひよかったら、いかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございます。It's like a family tree, part of you.